ザン&ディーンは、アメリカ合衆国の男性デュオ。1959年にデビューし、1960年代前半にサーフィン&ホットロッドサウンドで人気を博した。1966年にリーダーのジャンベリーが自動車事故を起こし脳を損傷、右半身麻痺や言語障害など後遺症が残り、活動停止を余儀なくされた。その後、再起を果たすも活動は低迷した。代表作は、サーフシティ、デッドマンズカーブ、パサディナのおばあちゃん。同時期のサーフミュージックを代表する、ビーチボーイズと影響を与え合った。ベルエアで、同じ中学と高校の先輩後輩であったジャンとディーンが、タッチフットボールチームに参加し意気投合する。この時期、エルビス・プレスリーの施設タッチフットボールチームと試合をしている。ユニバーシティ高校、YMCA クラブ、バロンズのメンバー数名で同名のドゥーアップグループ、バロンズが結成され、ピアノ2台と録音機材を所有していた、ジャンの実家で練習を重ねた。近所に住み同じ高校に通うブルース・ジョンストンや、後のプロドラマーサンディ・ネルソンらが一時的に参加して、学校行事でショーを行い、その後は、ジャン、ディーン、アーニー・ギンズバーグの3人で活動を続ける。1958年、ディーンがアメリカ陸軍予備役に召集された後、ジャンとアーニーが自作曲をアルウィンレコーズに売り込み、ジャン&アーニーとして4月にジェニーリーでレコードデビューをする。1959年、前年秋に軍務を終えたディーンとジャンで曲作りを始め、ハーブ・アルパート、ル・アドラーの協力で5月に、ジャン&ディーンとして、ドアレコードから、デビュー曲、Baby Talkを発売、9月に、全米10位を記録する。1961年、チャレンジレコードに移籍。ハート&ソウルが、全米25位を記録する。同年、リバティレコードに移籍。1962年、ジャンとディーンのそれぞれの恋人、ジル・ギブソンとジュディ・ラブジョイによるデュオ、ジョディ&ジルが結成され、レコードが制作される。これ以降ギブソンは、ジャン&ディーンの曲作りにも参加し、1966年には、2ヶ月半と短期間だが、ミシェル・フィリップスの代役としてママス&パパスに加入、写真家としても成功した。1963年2月に発売した、バディ・クラークの1946年のヒット曲、リンダを、フォーシーズンズ風にアレンジしたカバーのヒットにより、カバー曲を集めたアルバムが企画される。同時期にバックバンドがいなかったためプロモーターが、サーフィンサファリのヒットで注目され始めた、ビーチボーイズをショーに起用。そのステージでのビーチボーイズの演奏に刺激を受け、サーフサウンドを取り入れることになり、4月発売のアルバム名を、ヤン&ディーンテイクリンダサーフェンに決定、本家ビーチボーイズも参加した、ビーチボーイズのカバーを2曲収録する。その時のセッションで、ブライアン・ウィルソンが提供した曲に、ジャンが作詞をした、サーフシティを5月に発売し、7月に2週連続全米1位を記録する。この時期に大学を卒業したジャンは、エンジェルスやシェリー・フェブレーなどに楽曲を提供し始める。1964年、ドラッグシティ、デッドマンズカーブ、パサディナのおばあちゃん、ライド・ザ・ワイルド・サーフ、サイド・ウォーク・サーフィンなどが立て続けにヒットする。1965年、非公式ながら、ビーチボーイズのアルバム、ビーチボーイズパーティー収録曲、バーバラーンに、ディーンが、ボーカルで参加する。ディーンの回想によれば、前年に、ジャン&ディーンで同曲をカバーをしたことから提案し、録音は20分で完了したという。1966年4月12日、ビバリーヒルズで愛車のシボレーコルベットに乗車したジャンが、猛スピードで駐車中のトラックに追突。救急隊員が即死と間違うほどの大怪我を頭部に負い、2ヶ月以上昏睡状態となり、活動を停止する。以後は、自主レーベル J&D レコードなどからディーン単独作品が、ジャン&ディーン名義で発表されるようになる。1967年4月、ジャンが復帰。12月、ワーナーブラザースレコードと契約する。サンタモニカカレッジや南カリフォルニア大学で広告デザインを専攻していたディーンは、この時期にレコードジャケットのデザインを手掛けるキティホークグラフィックスを立ち上げ、主に知り合いのミュージシャンの作品の制作に携わる。著名作品には、ダイアナ・ロス&スプリームス、レッド・ザ・サンシャイン・イン、ハリー・ニルソン、ランディ・ニューマンを歌う、1972年にグラミー賞最優秀レコーディングパッケージ賞を受賞したポリューションの、ポリューション、ビーチボーイズ、15ビッグワンズ、ラブ・ユー、デニス・ウィルソン、パシフィック、オーシャン・ブルーがある。1970年代に入り、ディーンがバンド、パパ・ドゥーラン、ランと共に活動を行い、ジャンは、ヤン&ザ・アロハバンドを結成する。1974年9月、ローリングストーン誌にスポーツライター出身の法学者、ポール・モランツの取材によるジャンの伝記が掲載される。ジャンとモランツが出会った1969年、当時に、南カリフォルニア大学の学生新聞デイリー・トロイに短期連載されたが、モランツが、法律の勉強に専念するため完成が遅れた。後に、ディーンとも連絡を取り企画を再開する。同作を原作としたテレビ映画、デッドマンズ・カーブが1978年2月に放映され、人気絶頂期の不仲や交通事故からの再起が描かれ、話題を呼び、大きな転機となった。ジャン役は、リチャード・ハッチ、ディーン役は、ブルース・デイビソン。他に、ディック・クラーク、マイク・ラブ、ブルース・ジョンストンが本人役、ウルフマン・ジャックが架空の DJ 役でカメオ出演した。7月、DJ のマレーザ系主催でニューヨークのパラディウム劇場で不定期に行われたオールディーズショー、ブルックリン・フォックス・ショーズにおいて、ジャン&ディーンとしては事故以来初めてカリフォルニア以外でのステージに立ち、8月にはビーチボーイズのツアーにゲスト参加する。1994年6月、ジェームス・ブラウンのスリーリバーススタジアム公演に参加する。2004年3月26日、発作による合併症でジャンが死去。4月18日、ロキシーシアターで追悼イベント、A Celebration of Lifeが開催される。同年11月申請、2006年5月に登録されたハンティントンビーチのサーフシティ USA の商標取得に関わる。ディーンは1990年代半ばから観光促進のための同ブランド構想を訴えていた。2008年、デッドマンズ・カーブがグラミー賞殿堂に選定される。2012年6月、ビーチボーイズ50周年記念ツアー、ザ・53ユニオンツアーにディーンがゲスト参加する。テレビ映画西海岸の若者文化をうまく取り入れた作風や多重録音などジャンの音楽的才能が高く評価される反面、ビーチボーイズのような深みと芸術的な成長に欠けていたという指摘がある。2017年現在、ロックンロール殿堂には選定されていない。ありがとうございます。